はい、皆さんこんばんは、8時ちょっと過ぎてしまいました、スピリチュアル TV 鑑定団放送を始めさせていただきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いします。はい、もう実はスカイプの方が映ってる状態なんですけれども、今日はまたいつものようにというのもなんですけど、特別版のということで、トークお話をしに、していきたいかなと思っています。今日のテーマは、宇宙元旦に向けて、スペシャルということで、今日なんかさっき、なんか誰かカードかなんかしてる、すごい音が大丈夫かな、すいません失礼しました。ということで、お話をさせていただきたいなと思います。また、気になっていることとか、何かこんな話をちょっと聞きたいとか、こんなテーマでお話ししてもらいたいとかね、皆様の何かご意向がありましたら、そういったことも含めて、お話ししていきたいと思います。みんなと一緒にお話ができたらなと思っています。では、お一人お一人、自己紹介の方をしていただきたいと思います。まず、左の上にいらっしゃるレイラさん、レイラ先生ですね、レイラ先生の方からすいません自己紹介をしていただいていいでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。光使いレイラです。今日はいろいろね、ここのところねありますよね。で、皆様が安心してというか、心豊かになるように、宇宙元旦に向けてお話できたらなと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、森本理恵先生お願いしていいですか。はい、はい、お久しぶりです。広島県福山市からお話をさせていただきます。今宵もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまたまた久しぶりかな、でもなかな、山本明夫先生ですね、お願いします。はい、はい、大阪市からです、山本明夫です。よろしくお願いいたします。はい、じゃあお願いします。はい、では、札幌の、はい、キヨピー先生お願いします。はい、今年じゃなかった今月最初のスピーチャル TV 参加させていただきます。北海道札幌市からグランビリのキヨピーです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして、私が、梶岡あんこです。今日また司会の方させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、宇宙元旦ということで、はい、この宇宙元旦というのはそもそもレイラ先生が教えてくださったんですけれども、どういったものなのか、ちょっとお話を聞かせていただいていいですか。宇宙元旦
って、いうのが、スピリチュアル界でね、結構お話あちらこちらから聞くと思うんですけれども、今回の、宇宙元旦っていうのは本当に人の覚醒というか、良き方向に向かうエネルギーがとっても働く期間なんですね。毎年ね元旦ありますよね。それは切り替わる時期が今元旦なんですけれども、今年の元旦は特にですね、皆様がもうすでに感じられてると思うんですけれども、今までとまたちょっと違うよねって思われてるかな。春っていうことが元旦なんですよね。地球的にというか宇宙的に、はい。なのでその宇宙元旦に向けて、皆様が良き方向に流れることができるように、向かうことができるようにと思っております。3月の、20日が春分なんですけれども、春分、特にねそこのところでエネルギーが大きく切り替わります。はい。でそこに向けて、ね、皆様が豊かに幸せに安心してっていう感じで今日ね皆様とお話できたらなと思っております。はい、ありがとうございますね。そういうことなんですね。はい。宇宙元旦っていう言葉を聞くのがあまりこう聞き慣れてなかったもんですから、どんな感じなんかなと思って、はい、ちょっと詳しくお聞きしたいなと思って聞いてみたんですけども、はい。宇宙元旦っていうこともあるけれどもね、今日何かこう特にね、こういったことでお話をしたいということがある方いらっしゃいますか？どうですか？特にないですか？ちょっとだけ、はいはいはい、ね、皆さんもやっぱり気になってるところ、はい、ね、そうですね、ここのところ、はい、すごいやっぱりこう、周りもねやっぱりいろいろやっぱりと思うこともあったりとかですよね。揺さぶられるっていうか、試されるっていうとねちょっとね、私はちょっと言葉的に好きではないんですけれども、今すごい経験をさせていただいてると思っていただきたいかな、はい、と思っています。で不安すごくあると思うんですけれどもね、はい、ですね、なんか、はい、まあ、いろんなところで、マスクはともかくティッシュペーパーとかトイレットペーパーとかいろんなものがなくなったとかっていう話題も、私たちフェイスブックっていうのをしてると、いろんなところからこう情報が飛び交ってるかなと思うんですけれどもね、本当に困ってられる方もいらっしゃるかもわからないんだけれども、そういうことについてね、いい情報としたら、すぐにこう元に戻るだろうから、あるようにすればいいかなっていうふうに思ったんですけれども、例えばトイレットペーパーがなくなったら、ティッシュペーパーとか何かこう歯切れっていうか、着なくなったようなものをちょっとお洗濯しておいて、そういったものを使って、流すんじゃなくて、ゴミ箱っていうか、お手洗いのところに置いといて、捨てる方法もあるかなって思うし、ご飯、お米がなくなったら、小麦粉とか、何かこう、そういう代用品で、何かお好み焼きを作ったりとか、そういうこともできるかなと思うしとかっていうことで、いろんなこう代用品ができるから、そんなにこう騒がない方がいいのかなと思ったりとかするんですけれども、皆さんところはそういうことで困ったこととかありそうですか？特にない感じ。キヨピーちゃんとか札幌じゃないですか。札幌の方は一番感染者が多い札幌ですね。って言われるんですけれども、物品っていうんですかね、品物的にはどうですか？
やっぱりマスクはやっぱり品薄状態にはなっているんですけれど、うん、でもトイレットペーパー、ティッシュペーパー、あと女性で言ったら生理用品だとか、うん、あと介護用品だとか、そういったものは本当に単なるデマだったので、うん、土日は確かに買い込んでる人はいたんですけれど、月曜、火曜日、うん、特に今日なんかになったら、うん、スーパーとかで山積み状態になってますんで、うん、全然困りはしないです。はい、よかったですね。ねえ、まあ、デマですよっていうようなことも、放送されてたんで、ねえ、そうかなと思っても、やっぱりこう、そう、ねえ、ないって言われたら、なんか買わないとっていうふうに、心理的に思ってしまうのかなと思ったりするんですけど、ねえ、まあ、今回のこういう、コロナのことで、なんかこう、なんていうのかな、違うところでいろんなこと気がついたりとか、なんか、まあもちろん困ったり、大変なこともいっぱいあるんだけど、その中で、なんか、気づきがあったこととか、どうですか？特にない？ほんと。まあ、まあなんかね、結構、まあこのコロナに関しては換気を良くすればいいよっていうような、ことであったりとか、多分このコロナ菌っていうのはひょっとしたらみんなもう感染してるかもわからないというか持ってるかもわからないけれども、それを発病するかしないかっていうところなのかなと思ったりもするんですけれども、まあだからその まあ言ったら体力があったりとか、あまりこう気にしないっていうか、子供がなかなかかかりにくいみたいっていうふうなことは聞いたことあるような気するんですけれども、まあなんかやっぱりこう普段からの体力とかそういうのつけてたら割となんか防げるのかなって思ったりとかするんですけども、まあこれはね学者じゃないんで、本当に右から左からって聞いたようなことだけを言ってるんですけれども、まあスピリチュアル的なことからしても、なんかこうさっきレイラさんもおっしゃってて、レイラ先生おっしゃってたように、なんか揺さぶりをかけられてるっていうふうに思ったりとかもするんですけれども、まあこんな時になんか穏やかな気持ちでいてられるように、まあ、したいなと思ったり、あとその商品がなくなってしまうっていうのも、やっぱりこう譲り合いの気持ちとかあれば、そんなにこう買い占めするっていうようなことも少なくなるかなと思ったりとか、まあ、しますけど、はい。ね、まあ、ちょっと、まあ、そういう意味で、あとその、深刻になりすぎたり、こうそっちばかりに意識が向きすぎるのもどうかなと思うので、なんかこうまた違う話題っていうか、同じ、まあ、話題でもこうなんか元気になるような話題とかもなんか提供してもらえると嬉しいんですけど、いかがですか？じゃあ、はいはい、私いいですか？じゃあ、はい、どうぞ。まあ、コロナの話なんですけど、うんうんうん、そのコロナの関係で感染を防ぐために、うん、在宅勤務とかで、はいはい、結構大手の会社の人たちが、うん、お家でこうパソコンを使ってスカイプで会議をしたりとか、はいはい、その自宅で仕事をするっていうスタイルが今回結構社会でね、うん、使われてたみたいで、はい、私実は10年前ぐらい、まあ、会社員勤めてた時に、はい、この仕事って絶対家でできるなと思ってたんですよ。で、なんかあの時にさすがに上司に私自宅勤務させてくれっていう話は多分しなかったんですけど、うんうん、よく会社の同僚とか後輩に私の仕事絶対家でできると思うから家でしたいわみたいな話をしてて、うん、でも周りの人は何言ってるこの人っていう感じでこう既成概念があるから、会社って勤めに来るところみたいなのがみんなすごい思ってる中、私一人いやこれ絶対家でできるか私在宅勤務したいわってすごいよく言ってたのが、なんかこう10年後今このこういうまあ混乱が起きてる中で、しかも結構な大手でも採用されてるっていうのがなんか私の中ですごい嬉しいって、ほんまやね、なんか不謹慎な感じもしますけど、自分が思ってた社会っていうのが、この実現してるっていうのがすごい嬉しくて、
で私はその家でパソコンさえあればどこででも仕事できるっていう社会に行きたくて、結果このスピリチュアルな仕事を起業して実際 SNS とかでまあ発信をしてお仕事して生活するっていう世界をまあちゃんと確立がねでき実現できたわけなんですけど、なんかそれがすごいなっていうのが、まあ、ここのところそのコロナ前で私の中ですごく思ってて、でこの間はあ、まあ、今あの芸能人の人たちもライブを中止してて、であの無観客ライブされたりとかしてる方もいて、であのスピマスイッチがこの間、千秋楽が熊本県だったらしいんですけど、その無観客ライブするってことにしはって、あの中止して 無観客ライブで、であのインスタとかそういう SNS を使って無料配信を1時間ぐらい生ライブしはったんですね。で結局3万7千人ぐらいがなんか SNS を通してスキマスイッチのライブ見てたらしいんですけど、なんかそれも私の中ではすごい画期的な社会が実現してる感じがあって、あの芸能人のライブですら家で見れるってすごいっていう、なんか近未来を体験した感じが私すごく嬉しくて、なんかすごい号泣してしまったんですよね。で、そうやって SNS を使えば人とのコミュニケーションが取れるって昔思ってた、そういう社会が今こう本当に実現してる中で、じゃあ一体誰と同じ空間を共にして生で触れ合いたいんだろうっていうのもすごい考えるきっかけになってて、あの触れ合わずにもこうやってねスカイプでエラさんとかキヨピーさんとかレイさんとかね、東京、北海道、あの広島、大阪、分かれたところで会えるけど、そのメリットはもちろんあるし、だけどそれでもあえてこう場所を越えて会うっていう、まあ、もちろん近くの人も会う、例えば両親に会いに行く、これ大切な人と共にそばで暮らすとか、そういうことの違いって自分はどこに大切なポイントがあるのかなっていうのをすごい考えるきっかけになって、なんか私にとってはすっごい、あのすみません本当にあの、ね、病気になる方には大変申し訳ないし、あのティッシュペーなんかね、多分こういう本当にあの衝撃的なことをがなければ、そこまでこうあの、切り替えることがひょっとしたらできなかったかもわからないし、だから本当にこの経験っていうのはもちろんあの悲しみもいっぱいあるんだけれども、でもそれ以上にやっぱりあの転んでもただで起きないっていうぐらいのね、気持ちを持って、なんかいい方に転化できればいいなと思いますよね。で今あの、さんですかね、かっこ王さんですね、今好きでない仕事をしようとしています、お金のためにそれはアセンション的にはそぐわないですよねって、布のマスクしています、インフルで亡くなっている人もインフルエンザで亡くなっている人も1000人いるとかね、まあまあね、いろんなことありますよね。で、〇〇さんは怖いという気持ちには負けない思いました、絶対に移んないぞという気持ちを持っていますよね、まあ、1000人とかいるのにコロナが異常に騒がれてますよねって、本当ね、インフルエンザとかそういうのでも、亡くなっている方がたくさんいらっしゃるので、多分コロナだけじゃね、コロナが異常になんかあの言われてるような気も確かにしますよね。まあなんかコロナに対してなんか皆さん気をつけられてることって特にありますか？気をつけてることですか？そう、何かこうあの私はこういうことにあの気をつけてるとかっていうようなことありそうですか？まあ皆さんあんまりこうあの、普通通りだないかってなる気です。私は、まあ、やっぱりこう普段から手はよく洗うけれども、まあ、それ以上にこうやっぱり手洗うのは気をつけて手洗うのと、あとあの私そこマンションなんでエレベーターって狭いじゃないですか。でだからみんなこうマスクしてるんですけども、まあ、私もこう人に心配して不安な感じを与えないためにあの一応マスクして
するかな。エレベーターなんかとかはね、やっぱりこう狭いからね。あとは、まあ、あまりこう無駄にこう外に出ないようにというか、人の集まるところには無駄にっていうことはないけれども、まあ、極力、まあ、行かないようにはしてる、してますけども、そう、イベントとかも、普通にやってるんですかね。はい、大阪ヒーリングマーケット開催をする予定で進めてますけど、うん、割とそれ以外のイベントは、ね、開催中止にされてるところもいろいろありで、イヤシフェアとかは延期になりました。そう、6月になりましたね、うん、はい、ね、あとアート&手作りバザールっていうのも ATC であるんですけど、そちらも延期とか、あと、出雲スピリチュアルフェアって言って、出雲行く予定にしてたんですけど、出雲も中止になったんで、うんうん、割と中止になってるところもありますし、開催するところもあるといった感じですね。東京のはどうですか？ですね、やはり中止になってるところもあるんですけれども、そのまま開催するところもやっぱりありますね。はい、それぞれですよね。はい。やっぱそれ、主催者さんの、考えとか思いとか、やっぱり違うので、やっぱり、開催する、開催しない、それぞれやっぱりあります。まあ、ですけれども、開催するんですけれども、やっぱりこう、来る方の心配、やっぱりありますので、やっぱ、そういうところも、記事にね、アップされたりとかして、対策してますよみたいな記事をアップされて、開催ね、されまして、8日の日ね、イベントやはりあるんですけれども、心と体とか喜び癒しフェスティバル、みんなの癒しフェスティバルっていうのがあるんですけれども、両方とも100人ぐらいの先生ね、出られるんですけれども、そちら2つは開催の方向ですね。そうなんですね。はい。まあ、換気をこまめにして、ね、まあ、やっぱりこうマスク的なことをするといいのかな。あとね、こう免疫力の、ね、ことから言えば、ね、なんか気持ちがすっきりしてしたらなんか免疫力アップかなとか勝手に思ったりするんですけど、まあね、ただやっぱりライブで映ってる人もいるから、ね、多分ライブは楽しんでたと思うので、ね、まあ、そういうやっぱりこう狭いところで、密室みたいなところは良くないかなと思うんですけどね。うん、ね、まあ、ですね。大阪ヒーリングマーケットもその、まあ、マスクと、うん、あと、まあ、マスクのご用意はまあできないんですけど、うんうん、アルコール消毒剤は用意してお待ちするということにして、うんうん、はい、一応配慮でいろいろ検討はさせていただいております。うんうんうん、ね、やっぱこういろんな工夫必要かもからないです。やっぱ、はい、安心してね、してもらえるようにね、できたらいいね。ひょっとしたらキヨピーちゃんなんかイベントを予定してませんでしたか？大丈夫？キヨピーちゃん。ですね。私がやろうとしてるイベントはネットを使ってやろうとしていることなので、関係ないですね。なので、それはまたちょっと、別問題で、北海道はもうほとんどどっかの会場でやるイベントは軒並み中止ですね。はい。スピーチャル系だけじゃなくて、本当にコンサートとかライブとか、そういったものも本当に中止、あるいは延期になっています。あとは、もっと先を見越して5月ぐらいまでのイベントとかも中止、あるいは延期になったりとかもしてますね。そうなんですね。いや、前に私、沖縄に、まあね、先月かな、行ってた時に、あんまりね、こう、コロナ、まあ、テレビも見なかったから、コロナっていう、イメージは一切なかったんですけど、まあ、よく考えたら、あの頃、暑かったから、暖かかったから、まあ、言ったら換気は良かったかなって思う。やっぱ、換気がやっぱ大事。ね、まあ北海道はね換気できませんもんね今ね。なかなか無視して開けてます。そうなんや。あ、開けてるの？まあちょっとだけなら、うんうん、そんなに
あの死ぬってことはないんで、どうするのかって。なので、うん、まあ、3分ぐらい、3分、4分、まあ、そのぐらいちょっとあってっていうぐらいはしてますね。やっぱり、やっぱりね、うん、やっぱり多分北海道でなんかすごく多く感じるのは、ひとしたらあの換気ができなかったからかも。寒いからかもしれないですね。ね、あるかもしれないですね。なんかあのコロナが自然にできたものじゃないから人工的なものっていうふうに言ってる人もいて、だから長続きしないよっていうような声もあるのでね、まあ早くね、あの、まあ、収束していただいたらなと思うんですけど、まあ本当にこの、状態を見て私たちもあのなんか、いい風に変わっていけたらなと思うんですけれども、はい、ね、あのここにあのご質問とかね、あの、鑑定依頼書いていただいてね、ありがとうございます。今日はね、ちょっとこう、あの、こんなお話がメインになりますので、まあ、あの、なんか気になることがありましたらね、見たりさせてもらいますけれども。はい、カノンさん、学校が休みになり、おじいちゃん、おばあちゃんが孫の様子を見えたり、助け合いができて、良いこともあるなと思いました。ね、本当ね、いいことをね、どんどんこう、あの、感じていくと、ね、なんか、いいですよね。で、コロナウイルスは人間に対してどんなメッセージを発していますか？地球はどんなことを思っているかとかありますでしょうか？って言って、美咲さんですけど、どうですか？このご質問に、答えていただけますか？あ、じゃあいいですか？はい、はい、はい、お願いします。コロナっていうの、あ、言葉、うん、あ、コロナって太陽の周りのコロナに形が似てるからコロナっていうのを調べてみて、で、そのウィキペディアでコロナっていうのを調べてみたら、クラウンっていう意味もあるらしいんですよね。クラウンの語源。クラウンチャクラとかのクラウンの語源、王冠、王冠っていう語源にもなってるっていうのを見たんですよ。で、それで宇宙に聞いたら、あの、人々が輝くためのきっかけになってる。なるほど。自分自身を輝かせるっていうことはどういうことなのかっていうのを思い出すために、そのコロナウイルスっていうのがあるんだよみたいなメッセージとかなんで、なんか本当にその自分が輝くっていうことに向き合っているウイルスなんだろうなと私は思っております。それね、まあ、あの本当に、そういうことでね、地球はどんなことを思ってるかって何かありますか？まあみんな地球がやっぱりそういうあれですかね、一人一人にこうそういうあの意識を向けてもらえるようにっていうメッセージですかね。どうですね。なんかそういう感じかなって、ね、思ってます。はい。あとなんかあの、ミーさん、あの YouTube のミーさんは、私はエンパスで、エンパス体質なのか、人の不安などを感じすぎてしまい、今のような時はとても辛いです。対処法はあるでしょうかっていうご質問ですけど、どうですか？レーダ先生はどうですか？エンパス体質の方は、受け取る方がね、やっぱり多くなってしまってるっていうのがやっぱりあるので、で、それで重くなって、やっぱ、受け取って受け取って重くなって大変っていう感じであると思うんですけれども、私ももともとね、そんな感じでした。で、それを、反対にですね、自分の、愛のエネルギーを周りにお届けする感じで、はい。必ず受け取ってるんですよ、どなたでもね。で、その、どなたでもエネルギーを渡しているんですよ。で、その自分から出しているエネルギーの方にこうフォーカスするというかっていう風な感じでのイメージをあの持たれるといいと思います。あのシールドかけるとか、あのブロックをするとか、そういうのではなくて、
自分の方からエネルギーを届けている。なるほど。受け取る受け取るではなく、うんうん、届けているんだよっていうことにちょっとフォーカスしていただければ楽になると思います。その、愛とか喜びとか、はい、そういうこう温かいエネルギーを送ってるっていうふうに思えばいいですよね。そうですね。愛のエネルギー、光とかですね。光とかね。を送っている愛のエネルギーですね。その送り方っていうのは、やっぱりこう、はい、笑顔であったりとか、まあ、ね、やっぱりこう愛のある言葉であったりとか、そういった方法がありますよね。あと、まあ、お洋服なんかも、まあ、比較的、こう、色鮮やかなっていうかね、そういうこう、ものを、ちょっとこう着てみたりとかっていうのもどうですかね。まあ、それは好みがあると思うんですけど。血を上げるというか、ですよね。そうね。沈まない感じというか。そうですね。はい。今日はみんな、揃って黒とか、あれしよう、茶色の。まあ、一応こう、花柄を着てます。あ、先生、頭が虹色で。いや、まあ、本当に。まあまあ、別に、人の、お洋服の色を気にすることはないんですけど、まあでも、その、愛とか喜びとかどういうふうにしたら届けられるのかなと思われる方がいらっしゃるのかなと思って、まず、簡単なのは笑顔ですよね。そして、やっぱりこう、優しい言葉ですかね。あと、まあ、他に、こう、親切にしてあげたりとか、いろんな、愛を届けるっていうようなことはあると思うんですけれども、そうすると、さっき、言ってた、こう、受け取らなくても、こう、出しても出しても、溢れてきますよね。そういうものはね。出せば出せば。エネルギーね、枯渇するとかね、うん、皆さんね、おっしゃった方いらっしゃいますけど、うん、じゃないですよ。うん、本当は、うん。はい。いつもいつも、人間ってエネルギー交換してるんで、うん、なので枯渇するっていうことは本当はないんですよね。うん、ですね。はい。愛、はい、溢れてるんですよ皆さん。はい。ぜひもうどこ向いても何見ても笑顔で、まあね、優しい言葉と、まあ誰かに会ったらこう挨拶をしたりとかね、そういうことがね。どんどんやっていかれたらいいかなと思いますね。カノンさん、ご質問ですが、コロナのパンデミック、オリンピックも中、パンデミックっていうのかな、オリンピックも中止されるとしたら、感染列島の映画、アキラのアニメなど予言していたと言われていますが、やはり、意識集合がそこに行っているからだと感じますが、これについて先生方のご意見をお聞きしたいですということで、感染列島の映画アキラのアニメ予言してたんですかね。これは僕の私が答えるべきかな、はい、全然私全然意味が分からない。お願いします。完全レッドはちょっとわかんないんですけど、アキラっていうアニメ、昔にあったアニメがあるんです。1980何年かに公開されたアニメがあるんですけど、その中のワンシーンで、東京オリンピックまであと100何日っていう、そういう映像があったらしいんですよ。はい、で、その後に、アキラっていう、ま、少年っていうのは少年なのかな、地球を破壊するような少年が現れるっていうような、そういうような映画があるんですよ。で、それがちょうど、東京オリンピックの141だったかな2万円っていう映像が出てて、その映像とぴったり合うところがあるらしいんですよ。なので、そこで、もしかして、アキラっていう映画、まあ、アニメ映画なんですけど、まあ、予言してたんじゃないかっていうのは、確かにネット上で言われてはいます。はい。なるほど。なんかね、アニメっていうのが、書いてるか、先生方っていうの、結構なんか、なんか、チャネリングじゃないけども、まあ、未来を見てっていう書いてる感じの方が多いんでしょうかね、なんかね。漫画家さんは結構そうです。手塚治虫先生とか、うん、あと藤子不二雄先生、藤子 F 不二雄先生とか、うん、形は全然違うんですけれど、うん、これは将来的になんか地下鉄っぽいのを表してるなとか、
中性みたいなのを表してるのとか、なんかそういうようなのは本当に書かれてる漫画多いですね。なるほどね。なんかね、そんな感じですかね。うん、まあまあね、ただこう未来はやっぱり私たちが変えることできますもんね。そうですね、うん、その漫画とかアニメとかでも、うん、決して最後バッドエンドばっかりじゃないです、うんうん、必ず最後は自分たちで、まあ、例えばドラえもんの映画とかでもですね、うんうんうん、自分たちの連続力と友情とかで敵に向かって戦って倒していくっていう、その友情とかが まあ、言ってしまえば愛ですよね、うんうん、人間同士の愛がそこで打ち勝つことができるんだよっていうハッピーエンドで終わるものが多いんですよ。なので、それはこういうことが起きたとしても乗り越えることができるんだよって伝えてると私は思いますね。はい、ね、本当にこう乗り越えてね、いけるってやっぱり信じることは大事ですね。ね、500番の、方がね、発酵食品が免疫を上げるそうなので味噌納豆がいいみたいです、これを、機会に、食塩や白砂糖から、免疫を上げる自然塩などに切り替える人が増えるといいですねって書いてあるんですけど、そういえば今日なんかお昼のニュースで、納豆が売り切れてるっていう風なことを言ってましたね。皆さんこういう情報早いんですってね、そうなんですね、まあそういう方もいらっしゃいますね。はい、あと最近のエネルギーの変化、次元の変化をチャネリングで教えてもらいたいですっておっしゃってるんですけど、いかがですか。今日もふわふわして何か変ですってパールさんなんですけど、どなたかこうお答えしていただけますか。エネルギーの変化、次元の変化をチャネリングで教えてもらう、うん、最近のエネルギーの変化、うん、まあちょっとこれはあれ、パールさんの場合はすごくね本当に敏感な方で、結構いろんなこう情報をキャッチしてしまいやすくて、で、まあ、ある意味こうふわふわしてしまうっていうのもあるのかなと思うんですけど、このことに関して何かお答えしていただける先生いらっしゃいますか。どなたか。じゃあ、じゃあちょっと、はい、お願いします。はい、やっぱりつながりやすいっていうところですよね。うん、まずまず、うん、で、その、ふわふわするっていうのは、その上の方、ですね。うんうん、で、つながっていて、グラウンディングがちょっとふわっとしちゃってるのかなっていうのはありますよね。うんうん、でそのやっぱエネルギー変化に、うん、耐えられると言ったらあれなんですけれども、うんうん、同調できるっていうか、うんうん、そのまま受け取れるようにする、うん、キーワーっていうところなんですけれども、やっぱりこう地球さんと、うん、地球さんとお友達、うんうん、であること、うん、地球はもう、ね、波動が高く、人よりも波動が高くですね。でそこに自分もあるんだよっていうことです。地球と共にあるんだよっていうことをやっぱり感じていただきたい、思っていただきたいですね、うん、いつも共にあるのが地球さん、うん、で応援してくださってるくれてるのも地球さん、宇宙ももちろんそうなんですけれども、はい、全部のエネルギーがしっかりと、うん、ですね、宇宙につながるのも地球とつながるの、うん、しっかりあれば不安なく、うんうん、あれると思うんですよね。エネルギー変化やっぱりとてもやっぱりね、ここのところあります、うん、去年一昨年ぐらいからね、ほんとどんどんやっぱり変わってますよね、うんうん、で、3月に入ってからまたねエネルギー変わってますので、うん、やっぱ振動数波動数が上がってるということなんで、うん、はい、でそこに、うん、やっぱりこう敏感な方は、うんですね、うん、やっぱりこう不安をするとか、うん、ちょっと大変だなっていう感じになりやすいかなと思います。うんうん、次元の変化、うん、ですよね。そう、そうですね。
今までの三次元的なところから、皆様のそのハート、愛のエネルギーのその拡大というか、増幅というか、そういうので、変化やっぱり起こってます。はい、愛を知るというか、そういう感じなのかな、今の状態で。前回お話ししたみたいに、その愛のエネルギーというか、その、そういうのを知る機会っていうか、皆様ととか、共にあるとか、協力し合いとかっていう感じのそのあり方とか、そういうのがこう分かってくるというか、の無限の愛の存在というか、近づいていくというか、っていう感じなのかなって思いますよ。ね、はい、ありがとうございます。まあ、まあ、そんな感じで、やっぱこう確かにこうエネルギーはね、変化しているっていうのもあるし、あとまあ、本当に敏感な方はやっぱこの、周りのこう創造しさにもやっぱりこうエネルギーを感じたりとかしてしまいやすいですものね。まあ、グランディングを強くするっていうのに何かいい方法ってありますか？もう裸足で歩きましょう。裸足でね。あ、そうそう。やっぱね、お相撲さんって四股踏むじゃないですか。あれってすごいこうグランディングの効果があると思うね。で、まあ、家の中で、まあ、こうしっかりとこう裸足でっていうか、床を踏みしめるっていうのも、グランディングの、効果になるし、するし、あと、こう、まあ、現実の今、手の先、今あるものをしっかりと見るのもブランディングにつながるかなと思ったりしますね。今日またちょっとすっぴっぽいところからそういう話してもいいですか？はい、どうぞお願いします。私は過去性とかの次元を変えていくっていうのが結構テーマのヒーラーで、みんな転生を繰り返してパルムとか言われてるものが、まああるとするたら、過去生で結構辛い思いをしたとかいう人ってなんとなく記憶に持ってる人って多いと思うんですけど、例えば魔女狩りにあって燃やされたとか、例えばイエスが十字架にかけられたのを見て苦難を感じたとか、なんとなくそういう集合式に引っ張られてる人多いみたいなんですけど、かなりその辺の過去生の苦難的な意識を2月末までに全部ポジティブに書き換えるっていうのをかなりやったんですよね、私的には。で、一人の記憶、まあ、例えば私の魂の過去生の記憶が書き換わると、その魂の輪廻の中で出会った人の記憶っていうのが全部変わるって言われていて、そういう形でこう地球って次元上昇していくっていう側面もあるなと思って見てるんですけど、だからふわふわしてるのはもしかしたら自分の地球での記憶がネガティブなものとして持っててちょっと浮いてるのかもしれないんだけど、実は地球っていうものがさっきレイロさんもおっしゃったように本当愛の地球にすごい皆さんがヒーラーさんとかそういう人たちがアクセスしてることもあって集合意識がすごく変化しているから、実はポジティブな記憶しかもうないっていうパラレルっていうんですかね、タイムラインっていうか、そういうのができているんで、もしかしたらハイヤーセルとか魂がそれを気づけよって言ってる側面もあるのかもしれないなって聞いてて思ったんですよね。だからその自分の中で地球っていうのはなんとなくネガティブな記憶しかないって思ってるのであれば、それが実はもうすごい古い意識で、かなり地球っていうのは過去性からもう置いて全て愛の記憶がかなり積み重なってきている集合意識体っていうのはできているので、そっち側にアクセスするようになると地球との付き合い方がすごい楽になります。なりました、私本当に地球との付き合いがすごい難しかったんですけど、最近地球の持ってる集合意識っていうのがすごく愛そのものだなっていうのが分かってきたんで、そこに自分の周波数を合わせるっていうか、そしたらそこから全部キャッチすればいいんで、なんかその私エンパスだったから結構地球の辛い意識っていうのをすごく受け取るっていう役割をやってた時期もあったんですけど、もうかなり地球の意識の中にネガティブなものっていうのがなくなってきてるのは私は事実だと思ってるから、
自分がどこの周波数帯にこう合わせるかですごい現実が変わる地球が本当来てるので、ちょっと意識を変えるだけで、あの過去個性からにおいて地球は愛の地球ですっていうところにあのグラウンディングしていくと、とっても地球とつながりやすくなるんじゃないかなと思います。なるほど。かなり スピってる話です。いやいや、まあまあ、はい、うん、まあ、あの いいと思いますね。まあ、あの本当に、まあ、あのいいエネルギーになってるっていうふうに思うといいですよね。はい、502番の方ね、あのできたらお名前とか書いていただけると嬉しいなと思うんですけど、不透明でも不安な部分もありますが、不安よりも普段の当たり前の生活がありがたかったんだなとしみじみ感謝する方に、切り替えるようにするといいかなって思っています。そうですよね。ね、本当にこうあのいつでも気の向いた時にどこにでも行けてた、そういう私たちはすごく幸せやったやなと思いますね。なんかね、はい、あの感謝するようにあの切り替えていきたいと思います。はい、503番の方ですね。はい、手洗いとか安全対策はちゃんとやりつつ、何があっても大丈夫だと思うようにしています。根拠はないけど大丈夫なんだと、行動は、状況に合わせて適切に動いて気持ちは大丈夫だと信じています。まあね、本当に、そうですよね。私も、まあ、どんな、仮にどんな状況になっても、必ずこう、私にとって、ね、私のこう、魂にとって、ベスト、いい方に進んでいるっていうふうにね、いつも思うようにしてる。まあ、あの、泣きながらでもそう思うように。人生山あり谷ありですから、ね、本当にこう、いつもいつもこう恵まれすぎてると、本当にさっき、しみじみ感謝する方ねっていうようなぐらい、こう当たり前になってしまって、喜びが薄くなってしまうけれども、たまに、それがこうなくなったりとか、ちょっと隠されたり、困難があったりとかすると、本当にまた、普段の、喜びが輝きますよね。ね、これはね、今だけじゃなくて、もう本当にこう、人のこう魂のこれは修正というかね、私なんかあの過去生の結構記憶あるんですけど、そういう記憶が多いですね。なんかあの亡くなって、感謝するっていうことが多いんですけどね。あのリエ先生はどうですか。あの今日は何もまだあの話がないんですけど、そうですね、うん、こう、うん、なんだろう、まあ、あの皆さんのお話の全体の中で、うん、その愛情とかそのウイルスとかっていうこととか、例えば不安要素とかをちょっと今考えながら、ちょっとここ最近で思い当たることをね、うん、お話ししたら、その、うん、例えば先ほどの、そうかな、その、不安で不透明な部分もありますが、普段の当たり前の生活かって502番書いてくださった人だったりとか、あきおちゃんだったりとか、レイラさんが、こう、一つ一つ地球外だったりとか、なんか人と関わったりとかすることの中で、なんかもう一度、なんか再確認することが、やっぱり、まあ、日々なんだけど、このウイルスのことであったりとか、例えば、大切な人だったりとか、身近な人だったりとか、思いやる気持ちであったりとか、例えば、昨日のニュースだったかな、例えば、JICA、海外支援隊で海外に行ってるアジア日本人の女の人にが歩いてるのに、その向こうの方がウイルスを持ってるっていう風に声をかけたのは、まあ、嫌がらせっていうかね、声をかけて、例えば嫌な思いをして、まあ、携帯で動画を撮影しようとしたら叩いてきたとかっていう映像をテレビで見たりとか、なんか、その人本人が何か悪い、こう何かを発端ではなくても、その何らかのきっかけによっていろんな思いが、例えば不安要素であったりとか、ネガティブであったりとかっていうのがどんどん伝わっていく。で、例えば、ちょっとした些細で嬉しいことであったりとかすることもやっぱり連鎖するので、なんか愛情とか身近なこととかっていう、今回ウイルスのことにしても、例えば、些細なニュースにしても、いろんなことにしても、なんか本当に身近にあるんだなと思って、その思いやる気持ちであったりとか、で、ちょうどちょっと前に、あきおちゃんとのフェイスブックの、こう、会って何年ですっていうのを、フェイスブックって何年後に再会とかっていうのを見たときに、あ、あきおちゃんと何年、
ちょっと前にあったんだよね、でもなんかニュアンスがなんかあったような、昔あったような記憶だったんだっていうと、そういうこと自体もなんか、うん、なんかほっこりする気持ちになったりとか、いろんな身近なところに幸せがたくさんあって、身近なところに悲しい気持ちがたくさんあったりとか、不安要素があるんだなって、でそれが、あ、自分自身の気持ちの軸であったりとか、もう本当にあの嬉しいことも悲しいことも不安要素も本当に身近なんだなっていうことをすごくここ最近日々考えてました。うん、ね、はい、本当ね、まあ本当、まあ、あの、いろんなことをこう考え直すきっかけを与えてくれるので、うん、まあ、あの、そういう意味ではね、本当にこう、あの、ただ泣くだけじゃなくって、こう、騒ぐだけじゃなくって、あの、ここから、やっぱりこう、転んでもただ起きないっていうところをね、していきたいなと思うんですけれども、はい、のんちゃんさんが、こんばんは、とある YouTube でスピリチュアルに精通した医師の方が、グランディングにはコーラが、意外によく効くと言ってましたが、試したことありますか？はい、試しません。まあ、その根拠がよくわからないので、まあ、それよりは、あの、本当に、あの、裸足で、こう、しっかりと、こう、足を踏み、締めるっていう方が、私的には、なんか近いかなと思う。あの、先生方どうですか？あの、試されたことありますか？コカ・コーラ。ないです。アクセスガーズっていう、あの、手法あるんですけど、アクセスが、アクセスコンシャスネス。あれってその脳の断捨離っていうツールなんですけど、あの、人間っていうのは、エネルギーと水と塩と砂糖でできてるって、まあ、教えて、だからセミナーにはコーラとポテトチップスを出すっていうのがあって、で、実、まあ、それは、あの、集合式になってるのか分かんないけど、バーズをしたらコーラ飲みながら、チップス食べるっていうのが、なんか結構、まあ、もともとアメリカから来た教えだからですけど、そういうのあるので、まあ、なんかコーラなっていう感じで聞きました、うん、そうなんですね。あの、このスピリチュアル TV の、あの、まあ、もっと、まあ、作ってくださった、あの、テディさんが、あの、コーラ、コカ・コーラ好きやったんです。で、そう、テディさんが脳梗塞で倒れられてね、初めて、こう、まあ、あの、まあ、ずっと集中治療室から、まあ、普通の、なんていうか、病棟に移った時に、あの、私、お見舞いに行くことができてね、お見舞いした時に、あの、コーラが飲みたいよって言うんで。で、コーラ好きやったんです、コカ・コーラ。で、それはこう、みんな、まあ、もちろん、お水も飲めない状態やったんで、はい、あの、みんなが一斉にダメって言って、あの、止めましたけど。まあ、あの、やっぱりこう、中毒性あるん違いますか、コカ・コーラ。ありますよね。うん、あの、親戚でコーラ の、 あの影響が出た人が実はいまして、好き好きで結構飲んで、あの、うん、し、うん、なので、あの、できれば大量摂取は本当に、あの、いるので、はい、まあ、中毒性あります、ね。そうですね。テリーさんも、まあ、何でもですけどね。まあね、まあ、うん、何でもそうなんですけれども、うん、はい、実際見ていると、うん、はい、っていうのがあります。そうですね。まあ、あの、うん、このスピーチャー TV のテディさんも、あの、コーラがね、好きでね、やっぱりこう、目を開いてすぐにこうコーラが飲みたいって言ったような感覚やったから、やっぱりよっぽど好きやったから。私もなんか中学生頃、あの、結構コカ・コーラが好きで、毎日こうなんかこう1リットルぐらいのなんか、あの、ペットボトルがあって、 1.5 リットルかな、1リットルか、あの、飲んでました。で、やっぱ超えました。うん、で、これはキヨピーちゃんとこかな。いや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 、あの、何か言いたいことがあんねやると思うねんけど、何か言いたいことがあんねやと。そうですね。はい。まあ、まあね、
まあね、みーさんがね、まさゆさんのお話、なるほどでした、怖いことばかりに目を向けてしまいましたが、集合意識も、愛に変わっているんですね、そこに意識を向ける、そう簡単ではないと思いますが、意識してみますということでね、ぜひぜひね、不安なところにどうしても人は目が行きやすいと思うんだけれども、まあ、そこをもう少しこう見渡してぜひね、なんかこうだからよかったっていうようなところまで行きたいなと思いますね。はい、カノンさん、コロナでも何か人間性を試されていると感じますね。ね、リリデイさんですね。テジーさん大好きでしたってね。はい。そうね。カノンさん、コカ・コーラは、糖尿病になりたいのでしたらおすすめです。お砂糖で、消化体も、石灰化になります。はい、麻薬と同じっておっしゃってますね。カノンさん、テジーさん、コーラ好きだったんですよ。ですね。やけどね。はい、大好きな、もの、天国で飲んでるかなってね。ほんとね、まあ、天国やったら、こう、いっぱいシュパって飲んでもね、いいかなと思うんですけどね。まあ、ちょっといろんなね、コカ・コーラに関してはお話があるので、ちょっとこう、いろいろこう、考えて飲んだ方がいいかもわからないですね。はい。あと、そうですね。ね。まあ、本当にこう、大丈夫だよって、信じるっていう、そういう気持ちがね、大事みたいなんですけど、今日はね、また、最後に、レイラ先生に、瞑想、というかね、お願いしたいなと思うんですけれども、最後に、ぜひ、やっぱりこのここをこう乗り切るというか乗り越える、ね、いいものをちゃんとキャッチするようなね瞑想ができたら嬉しいなと思うすごいいろいろ言いますけど、うん、ね、あとね、どうですかね、何かこうお話をしていただけますか。もっと地球とお友達になり、グランディングをしっかりするようにします。ありがとうございました。パールさんですね。はい、パールさん本当にね、結構いろんなこうなんかキャッチするのがすごく多い方みたいなと思って、ね、いつも拝見していますけれども、はい、あとどうですかね。まゆだまさん、トイレットペーパーがなくなって初めて買い占めが行われていたことを知った人が、自分を含めて周りに何人かいます。ストックしておく余裕がない人が本当に困っているのに、買い占めや10倍以上の価格で転売すると連中が存在していました。そうなんですかね。堂々と人が困ることをやっている人を呪わずにいられないんですが。呪ったらか、呪った。いや、これ呪いという字かな。呪ったらかと。資本主義、資本主義とは、もうこう、なんか正義感がね、強いからね。やっぱりね、ですから、資本主義とは、いえ、こういう商売をするような連中は、悪以外の何者でも、ないのではないでしょうか。やりきれないです。まあね、もちろん、人が、困っているのに自分だけこうたくさん買ってしまうというのは、やっぱりこう、良くないですよね。多分、今、その買った方気づかれたかもかな。人間のその、なんていうかな、もう習性ですかね。ないってなったらもう必死でたくさん買わないとと思っちゃう。私は一応こうまあ、トイレットペーパーとかティッシュペーパーとかキッチンペーパーとかは余裕を持って買って、ちょっと置くようにはしてるんですけれども、たまたまやっぱりティッシュペーパーだけね、まあ、外に出てるのはいっぱい出してたけれども、でもストックがなくなってて、ティッシュペーパーとかなくなってると全然気づかずに、買いに行って、
まあ、主人が棚から持ってきたんだけど、やっぱり普段買わないような高価なティッシュペーパーしかなかったみたい。普段ごく一般的なっていうか、まあ、使いやすいティッシュペーパー使ってるんだけど、なんか、お肌に優しいっていうか、何かに優しいっていうように書いてあるような、少し普段よりも、お値段が高いようなティッシュペーパーを持ってきたから、多分それしか売ってなかったと思うんだけども、まあ、そういうことに踊らされるのは、やっぱりこう嫌だから、だから、やっぱりこう、これからはね、ちょっと余裕を持って、ストックしといた方がいいかなと思いますね。いざという時に慌てて高いもの買わなくていいように。ね、まさかこんな風になるとは誰も予想はしてないと思うんですけれども、まあ、うちはトイレットペーパーなくなるのが、主人がすごく嫌がるんで。いつも多い目にちょっと買ってるんですけれどもね、まあ、あと呪わないでください。それは どこのイオンだったか忘れましたけど、トイレットペーパーの生産量が日本国内で 10% から10何パーかぐらい作っている会社があって、うん、そこと結託して、うん、イオンにドーンとトイレットペーパー置いたんですって、はい、で、お一人様とよく限定何個までってあるじゃないですか、うん、で、それをお一人様10個まで OK ですってしたんです、うんうん、そしたら買い占めなくなったらしいです。あ、なるほどね。なるほどね。1人1個限定、2個限定っていう風にしちゃうと、なんか買わなきゃっていう風になっちゃうんだけれど、それが1人10個まででいいですよみたいな風にしたら、全然買えちゃなくなったし。何もでも買ったらいいんやっていうのもやね。ほんまやね。うん、1人1個とかやったらね、子供まで連れていこうかなと思う。でも1人10個なんてね、抱えきれないじゃないですか。そう。ねえ、やっぱりそこにやっぱりその愛とか、やっぱりこう常識というか、やっぱそういう、心が出てきますよね、なんかね。まあ、マスクもなんかすごい妨害な値段で売ってる人がいたりとかするみたいだけど、まあほんまかどうかな、私も見たことないから。まあマスクはハンカチで作るようにしましたけど。でもちょっと作るときにこう二重にしすぎて息苦しいから、ちょっともっぺん作り直す。あんまり頑丈なマスクすると息ができなくて、もうちょっとこう薄いマスクにする。で、別にこう自分のやっぱりこう発するものが防げたらいいかなって思ってるので、まあ、それがいいかなと思うんですけれども、はい、おとちゃんさん、コカ・コーラがいいと言っていたのは、食べたいけれども体に悪いからやめようって、やるより、自分の喜ぶものを食べようと、消化体にいいよっていう意味で言われてました。自分の喜ぶものを食べると消化体にいいよっていう、あ、そうか、自分っていうのは自分の体が喜ぶものっていう意味ですかね、じゃなくて、それもあるんじゃないですかね、うんうんうん、なるほど。その好きなものを、うん、多分ダイエットにしても一緒と思うんですけど、そうね、食べたとるとかって食べるのと、もう喜びと思って食べるのときっと体の受け付け方が違うよっていう話かなって、さっきちょっと読んで思ってました。あ、なるほど ね。おとちゃんさん、ありがとうございます。もう本当いろんな考え方ありますよね。はい、のんちゃんさん、今回のデマで、売れ行きが悪いものがあったら、何らかのデマを流せば売れではいけることができるのかな、なんでも思いましたが、なんて思ったのね。なるほど、そうやね、例えばね、これからの時代、陶器がどんどんこう土がなくなってね、陶器がね、すごく値上がりしていきますよって言ったら、陶器の品がどんどん売れるか。ね、金がないよっていうのとよく似てるか違うか。
ね、陶器で、いろんなこう食器とかね、いろんな、彫刻とかいろんなものがあるんだけど、そういうものがどんどんこう土がね、良くなくなってきてね、いいものができなくなるんだってって言って言えば、いいものがね、てか今ね、こう買い渋ってる人がね、買いたいと思うかもからないですね。はい、カノンさん、芥川龍之介の、雲の糸みたいな世の中、ほんとね、雲の糸みたいな世の中ってね、雲の糸知ってますか？皆さんご存知ですか？知らないです。すいません、知らないです。嘘。本当嘘やん。いろんな話、地獄に糸がこう垂れてきて、それにしがみついてこう登っていったら、下から地獄から出ていきたい、天国に登っていきたい、助かりたいっていう人たちっていうのか、魂っていうのか、うん、その人たちがだんだん登ってくるから、お前たち降りていけ、ここから登ってくんじゃない。って言ってブチってそのまま切れて落ちてしまったっていう話ですね。そうか、そういう、そうそう、なんかまあ雲を助けた人がね、地獄に落ちた時にね、雲の糸があってぶら下がっていって、でもそのたくさん、みんなを助けようと思えば雲の糸は、いくらでも丈夫で、たくさん助けれたけどって自分だけと思うから切れたんだよっていうようなことやったかなと思う。確かそんな話でした。でしたね。なんか私もそれ、小学生か中学生か、なんか学校の教科書に載ってたような気がする。まあ私の時代、みんなとちょっと時代が違うかな。あれですけど。私もでも中学の時載ってましたよ。雲の糸は。そうですね。教科書が違ったかもしれません。教科書。ちょっと違う。うん、そうそう、まあね、時代がちょっと違うからね、まあ何とも言いませんはい、うん、まあ本当に自分だけっていうような考え方はやっぱり、うん、そろそろこう、手放していかないといけないのかなってやっぱり思いますね。で、多分本当にそう、この何て言うかな、コロナにかかった人を治療しようとして、してくださった方をまた非難する声があったりとかっていうね、いうのもあって、それも本当になんか悲しいっていうかね、まあね、ちょっとあれかなと思うんですけれども、うん、まあこの普段の、当たり前の生活がありがたかったんだなとね、しみじみ感謝する方にね、切り替えるっていうね、まあまあ本当にこう今まだ私たちは普通にご飯も食べれるし、普通にこうまだ、買い物もできるんだけれども、まあこんなこと言ったらあれだけど、武漢の方なんかはね、町を消毒してましたよね。あんな感じになってしまう可能性もなきにしもあらずなんですよね。まあ状況はまた違うと思うんですけど、韓国もそういうふうに、街中をこう消毒してったじゃないですか。まあまた全然違うかもわからないけど、でもやっぱりこの、まあ私たちがやっぱりその、コロナっていう、まあ言ったらウイルス、コロナウイルスっていうのがもし、こうあまりこう、寄せ付けたくないというかね、そこで、悲しい思いをしたくないっていうんだったら、やっぱりそれをこう愛に変えるっていうかね、ような、ことをみんな今気づいてされてる方が多いのかなと思いますね。物のカノンさんね、物の買い占め、自分、試されているのかなってね、おっしゃってますね。まあ本当にやっぱりこう、まあ、多分ね、買い占めだけじゃなくて、実際困って買われてる方もたくさんいらっしゃるんだろうけど、まあほどに買って、みんなと分けるっていうような気持ちも、まあ、これからね多分出てくるのかなと思いますね。はい。あと、まあこの、コロナウイルスとかもそうですけれども、こう結構ほら、いろんな
出来事ってあるじゃないですか。自分がこう悲しくなるような出来事、でそういう時でもこうちょっと受け止め方、感じ方をねほんの少しね変えていくことで、なんかこうどんどんね、なんか良くなってくるっていうことがあったと思うんですけど、どうですか皆さん、そんな経験ないですか。こんなことあったんだけど、まあこういうふうに思ってたら、まあね、時が過ぎれば本当にそれが役立ったよっていうような記憶ないですか。どうですか、理恵先生ありますか。その話がにこう適切かどうかは分からないんですけど、今回、私ちょうど、沖縄に行って、帰ってきた後に、本当に近々の方が亡くなったんですよね。で、その時にもちろんコロナの話もあり、まあ、こちらの方では、人数がどうこうっていうのではなかったんですけど、病院に行くと行けなかったりとか消毒であったりとかっていういろんなことの出来事があったんだけど、いろんな方々がしてその亡くなったっていうことももちろんそうなんだけど、それよりも後に私が預かっていたものを洗濯して置いてたんですよね。でもうみんななんか急だったのでバタバタして、私が預かってたものを置いてたところへ他の方が帰ってきたりとかして、預かってたものを洗ったよって言ったら、その預かったハンカチに、多分洗ったハンカチについてたんだと思うんですけど、カメムシさんがいたんですよね。普通カメムシって洗濯物についてたら嫌な感じしますよね。で洗濯物にカメムシがついてたんだけど、一瞬そこでみんながカメムシが亡くなった方どういうのかな、なんかその人の思い出のものを洗っていたので、みんな一瞬それこそ集合意識で、カメムシだって言って外に出したんだけど、みんな最初は言葉に出さなかったんだけど、もしかしたらその人じゃないのかって、カメムシでさえも愛おしく思えたりとか、そうだったんじゃないかと思ったりとか、その後になんか集合意識っていうのかな、いいも悪いも、その悲しいことはあったんだけど、その後にみんな私は仕事柄だったとしても、その全然その仕事に関係ない個々いろんな人たちが、無意識にリーディングというのか、心がつながるというか、あれってこんなことがこうあったよねって、それはこうだったよねって、そこの位置にあれがあったよねっていう、見てもないようなことがこうどんどんつながってくるっていう出来事があって、で不思議とそれがさっきで言うなんか集合意識だったりとか、なんかいろんなものがつながるっていう、なんか一つのことからいろんなことにつながっていくっていう風に、私は今回こう身近なところでね、今回そういう風に思えたので、なんかいいも悪いもつながるし、些細なことにこう身近なところにいろんな出来事があるなっていう、最初に私が話したこともそうだったんだけども、そういう風に私はちょっとね今回身近に感じたので、どんなきっかけからもつながることってやっぱりいっぱいあるなと思って、で今回はそのカメムシさえも愛おしく感じたなと思って、ね、その方がね愛おしかったからかなと思うんですけれどもで、ね、一人一人が不安に思うと、その波動っていうのは、こういろんなこうちょっとこう心がちょっと何かで弱った人たちの、心までこう不安にな波動で、こう揺らしてしまうかなと思うので、ね、もし、そこで、穏やかに選択ができる方が、いらっしゃったら、まあ、できるだけ、さっきの、レイラさんのような、こう、愛ある、こう、なんていうかな、波動を、みんなに、こう、送れるような、ことをすることによって、やっぱりこう、ね、そういうこともつながっていくから、ちょっとこう、しょんぼりしてても、なんかこう、夢を見れるっていうか、前を見れたり、するかなっていうのもあるし、そうね、いろんな意味で、こう、さっき、本当におっしゃってたように、ごく普通の生活が良かったんだなと思えるっておっしゃってるように、普段の日日にも改めてまたね、感謝することができるのかなと思ったりとかしますね。
青空を見て、雲が邪魔するなと思うかもわからないけど、でも雲があるからその先の青空の元っていうのはさらに遠いところに、高いところにあるんだなっていう、こう邪魔するものがあるからこそ、その、価値が分かったりとか、またこう本当に、普段、いつもこう美味しいものを食べていたとしても、その食事がもし、虫歯ができたりとかね、なんかで食べれない時とかできて、で、それが治療できた時に、食べることで、まあ、本当の、その、食事の美味しさを噛みしめることができたりとか、ね、なんかこう、まあ、不自由な生活を強いられてこそ、また新たにこう喜びをしっかりと味わえたりするのかなとか思うんですけれども、ね、ぜひね、この、経験を、本当にこう、いいものを受け取れるように、できたら嬉しいなと思いますけれども、なんか、そうやね、じゃあ、この、まあ、今回のこう騒動っていうか、まあ、今まだ騒動中なんですけれども、ここで何かこう、気づかれたこととか、なんかいいな、まあ、さっき、秋代ちゃん、秋代先生がね、おっしゃってくださった、お仕事、通わなくてもお仕事できるじゃないかっていうようなことも含めて、そうですよね。みんながみんなね、あんなぎゅうぎゅう詰めのね、電車に乗らなくても、時差出勤をしたりとか、いろんな方法が、ね、これから、もっともっとこう、なんか、実用的になってきそうな気しますよね。他にどうですかね、なんかこの、経験はなんかいい方になんか行くことってなんかありそうですかね。もっとちょっと、あ、どうぞどうぞどうぞ。あとで全然いいので大丈夫です。じゃあ、はい、気づいたことというよりはですね、結構私はさっき見てるオタッキーなので結構ネットとか見てるんですけど、はい、とあるお医者さんが言ってた言葉で、はい、皆さん2009年に起きた新型インフルエンザの時の騒動って覚えてますかって書いてたんですよ。覚えてますか皆さん。いや、覚えてないです。私も覚えてない。その後どうやって収束していったかって覚えてます？全然覚えてないです。知ってますかそれ？実は新型インフルエンザはまだあるんです。で、インフルエンザの中でも、まあ、A 型とか B 型とかあるんですけど、そのうちの3分の1はその2009年に流行った新型インフルエンザなんだそうです。で、将来的にその時と同じような感じで、2009年に同じようにちょっとパンデミックみたいなことは起きたんですけれど、でももうみんな忘れてるじゃないですか、その時に起きたことって。っていうことは、2009年からもう11年経ってますので、まあ、そこから同じように10年経ったと。たらその頃にはもしかしたら、あんなの、どうだったっけ、あんな風に、確かにその騒動あったけど、どうだったっけみたいな感じでなっている可能性があるっていうふうにあるお医者さんがおっしゃってて、人ってそういうもんかなっていうのをちょっと思ったんですよ。ね、その時はその時でもすごい騒いだかもしれないんだけれど、まあ、新型インフルに関して言うと、もうワクチンとか、まあ、その治療方法とかがあるにはある。それでもインフルエンザ関連で亡くなっている人は、毎年1万人近くいるそうなんですよ。へー。コロナと、まあ、もうその日じゃないぐらい亡くなっている方はやっぱりいるんですって。なったもんだけど、みんなもうその時の騒動は忘れちゃってるでしょ、っていう風な話をされてて、覚えてないって、私も覚えてなかった全然その時のこと。なのでまあ、10年後ぐらいには、あの時こうだったよね、ああだったよね、でも忘れちゃったねって言えるような世の中になってるといいなっていうふうに、その、話を聞いてですね、思ったんですよね。そうやね。まあ、本当に多分、ひょっとしたら、この、暖かくなって、このコロナが収束してしまうと、もうすぐに、こう、
記憶からなくなってるかもわからないなっていうふうに思ったりとかもするんですけど、まあこの、今回のこの、ことがあって、韓国の文大統領が、ね日本に呼びかけるっていうことで、共に危機を乗り越えようっていう呼びかけたってご存知ですか？なんか、あんこさんのフェイスブックで見ました。そうです。そうね。まあ本当にこれをね、ただ、まあそうなったかどうかっていうのはまだ先に、でもそうやって、お互いこう声をかけ合えるっていう風なところまで、なったっていうのは、ある意味このショック療法っていうかね、なんか、良かったのかなっていうか、なんか喜んだ人もいますよね、やっぱりね。近いこの、韓国と日本とこう結構なんかね、慰安婦の問題とかいろんなことで、なんかこう、なんていうかな、こう、まあ、なんかこうちょっとギクシャクしてるような状態だったから、ね、まあそういうふうになると嬉しいなっていうのもあるかなと思うんですけれども、ね、まあ、あとどうですかね、なんか、まあこの時、結構困ったなと思ったけどっていうのはないですか？時が過ぎればそれが良かったよって、いいことだったって。まあ、これ本当皆さんにあると思うんですけど、私なんかはうちの母が認知症になってしてくれたおかげで、やっぱりこう人生勉強っていうか、自分がやっぱりこう何か役に立てたっていうか、何かできた、まあ、完璧にではないと思うんですけども、自分なりの中では 日頃普段眠っている、能力っていうか、細胞がちょっと目覚めたかなっていうふうに感じることができて、まあ、それは本当に、15年間ぐらい母の介護させてもらいましたけど、それが今となっては私の、なんか宝物みたいな、そんな気分。そこはもうずっと変わりなくね、あるんですけれども、それ以上超えるものがなくて皆さんどうですかね、なんかまたスーピッという話していい、どうぞどうぞすみません、なんかね、投資鑑定とかリーディングとかやってると、未来リーディングとかした時に、割とハイアセルって2系の未来を言ってくることってよくあって、あ、こう何年にこうなりますよとかいうのがあるんやけど、自分の行動が変わらなかったらその未来にたどり着かないっていうことも結構よくあるから、その未来感リーディングをするときに、私は結構嫌やなって思いながら見る時もあるんですけど、そのハイアセルが言ってる未来に対してこう現実がそこに到達しなかったっていうパターンもよく今まで体験してきたんやけど、今回逆を体験したんですよ、最近。その、上から降りてきたことによると失敗するってきたから、うわ、失敗するのかと思ってたんだけど、その本人がすごく現実の中でポジティブな選択を積み重ねていったんですよね。したら合格したっていうか失敗しなかったっていう未来に言ってて、私がこう上からキャッチしてた情報と本人の現実に差があるから、このパターン初めてやなと思って、どういうことですかって宇宙に聞いたら、その人生っていうのは常に選択の積み重ねで、そのご自身がすごくこう選択の中でポジティブな方向に動いていけば現実っていうのは変わるんだよっていうのをあなたに知らせたかったって、まあ私は言われた体験があったんですけど、だからさっき言われてたように、落ち込んでいくと落ち込んでいく現実ってできるし、その中でも前向きな方向で現実を捉えていけば、本当その人の未来って全然違うところにたどり着くんだなっていうのを、まあハイアセルフ通して、スピな世界観からもこう体験しんだ現実があって、だからなんかこの見ている方にね、すごくこのスピリチュアル鑑定団なんで、私の未来どうなりますかっていう鑑定すごくいただくけど、いや本当にもう気持ちの持ちようで、全然未来っていうのは本当変わるなっていうのは私すごく自分で思うんですよね。で、今の積み重ねのまま人生をいけば、
きっと変わらない人生なんやけど、新しい、今までしたことのないような新しい選択を少しずつ重ねるだけで、全然現実っていうのは変わっていくから、それを今とても強く言いたくなりました。なるほどね。はい。だからこういう不安なことがいっぱいある、うん、ある現実の中で、自分がどれだけ前向きな現実の選択を、積み重ねていくと、本当に1ヶ月後とか2ヶ月後とか、ちょっと思いもよらなかったところまで現実が変化する可能性っていうのはすごくあるんじゃないのかなって本当感じております。ね、ほんまにね、キューピー先生のところのニャンもね、そう言ってるね。そうですっていうかね、ニャンって言ってます。そうだ、ニャン言ってね、うん、いや本当そう、まあ本当にこう本当ポジティブな選択ってね、あの絶対あの、必要だと思いますよ。うん、まあね、リリレイさんですね、がもうおっしゃってますね。あとカノンさん、コロナって悪のように、なって、ますが、対照的にそれがまた何か良いつながりを生み出すきっかけになるのかと。東、日本大震災も同じように、未曾有の、災害の後に世界、日本のつながりをとても感じましたと。本当そうですよね。ね、のんちゃんさん、思い出しましたが、日本でも町を消毒するようになると化学物質過敏症の方が増えて、生きづらくなるとも言われていますから、そうならないようにみんなで、協力して乗り越えねばなりません。本当そうです。まあ、あの化学物質でするよりもやっぱりさ、本当にこの、愛がテーマなのでね、まあ笑顔とか優しさとかっていうものをどんどん発信していけたらいいなと。きっとあのそれをこう最終的にはあのコロナも望んでいるのかなとかって、思ったりするんですけど、まあ、本当にお亡くなりになられた方とか今なおあの苦しい思いされている方にとっては本当に何と言っていいのか、こうちょっと言葉にもあのならないんですけれども、まあ、残された私たちっていうか、残されたっていうか、その課題を受け継ぐ私たちが、やっぱりその課題をやっぱりこう無駄にしないようにね、いいようにあのしていけたらいいかなと思いますね。まあ、今回は、まあ、その、宇宙の信念ということでね、なんかこうまあ、今のこうね本当にあの話題をこうちょっとお話しするような形になっていますけれども、いろんな意味でこう本当にこういい方に見直しができたらいいですよね。どんなことも全てなんかいい方に、こうちょっと考え方を少し変えるだけであの全部変わってくるのかなと思うんです。あの私ヒプノセラピストでね、ヒプノセラピーをするんですけれども、その時に、まあ、あの今の問題に関するこうあの、状況とかをこう、まあ思い出すっていうかね、あだから私今こういうことを経験してるのかなって、だからあこうなのかな、あ彼はそういうふうに言いたかったのかなっていう感じで、ちょっとこう気づくだけでね、変わりましたっていうんやんか。あの、家に帰ると、なんか変わってるんですって言うんだけど、いや、そうじゃなくって、気づいて自分が変わったから、自分の 見方が変わったから、人が変わったように見えるだけ。で、そうすることによって、まあ、例えば、普段、なんかすごくこう、人が、理解してくれないと思ってたところも、なんか、いや、そうじゃなくって、自分はこういうことを経験してみたかったんだなと思ったら、もうそこを卒業できるっていうのが、あるなってつくづく思うんですけれども、まあ、だから、この、いろんな問題でもし、困っている方がいらっしゃったら、ここは、まあ、自分が何をこう気づけばいいのかなっていうところですかね。そんな感じですかね。どうですか。じゃあ、ちょっと、レイラ先生から一言ずつまた、皆さんにこうなんかメッセージ言ってもらっていいですか。もう日々ですね。いろんな経験をさせていただいてる
とやっぱり思ってるんですね。はい、今回の連携もそうです。それも素晴らしい経験をやっぱりいただいてると思ってるんですよ。辛いことと捉えずやっぱり言っていただきたいなって。やっぱ大変だと思うんですね。わたわたしたくなる、もうとてもよくわかるんです。でもそれっていろんな経験を、こんなことやあんなことやそんなことやいっぱいの経験を、うん、地球で皆さんしたくてやっぱり来てるんじゃないかな、うんうん、でその経験の中に何があるんだろう、うん、これって何だろう、見えること、感じること、これ何だろう、で気づきの種がそこにいっぱいあるんだなって、うん、いつも気づきの種がそこに存在してるんだなって思ってます。いろんなこう周りの状況あります。ね、先ほどの会員指名する方とか、ね、高額でなんか売っちゃうとか、ね、うん、ありますが、でそれはその方の在り方を皆さんに示してる、その方の在り方ですね、うん、心の在り方だったりとか、いろんな在り方を示してる状態だと思っています。うん、私は今こうなんだよっていう状態を皆さんに示している、うん、だと思います。でそれを見た自分がどう感じるのか、どう思うのかっていう、そういう機会をいただいてるんだと思います。うん、その時どういうふうに感じるのか、どう思うのか、うん、でタイミングをいただいてるんだと思います。うんうん、だから今はこういろんな現状をそのまんまちょっと受け取ってみる、うん、大変なことだけ、辛いことだけと思わず、その中ですね、うん、自分を見るタイミングっていうか、内観できるタイミングをいただいてるわけで、うん、で同じような状況、前だったらこれでは私はわたわたしてたかもしれない、今私はどんと構えられる自分がいるとか、変わった自分を分かるとか、いろんなことがあると思います。その時の、うん、在り方、自分の状況っていうのも今回のことでちょっと分かったんじゃないかな、うん、と思っています。うん、人の変わるタイミングっていうか、うん、皆さんがね、うん、今体験してることは、うん、ね、タイミング、うん、いただいてる、うん、いろんなこう情報もそうですし、うん、見えること全部そうですし、うんうんうん、いろんな経験ですね、うん、経験値が上がってるんだよっていうことですよね、うんうんうん、日々の経験値、大きい経験値をもらったなって今回ですね、うん、思います。はい、そのままの現、なんていうのかな、自分の、うん、状態うん、を見れるかなって思ってますね。なるほど、はい、いいですね。ね、もう本当にこう、まあ、いざという時に出る本質的な感じですかね。まあ、それに近いようなものかも、はい、うん、対応の仕方とかね、対応の仕方ね、うんうん、ね、会社ねフレックスするとか、うん、ね、自殺金もありますし、うん、ね、とか、みんないろんなこと全部踏まえてなんかできる、うん、チャレンジできるというか、うん、できないことをいただけたりとかですね、うん、考えられるっていうか、なんかね、普段ね、なかなか切り替えるチャンスっていうか、そういうきっかけがなかったけれども、今回のこの、危機に関して、いろんな意味でこう切り替えるっていうか、考え方を変えていくための、あ、まあ、いいきっかけになったのかもわからないですね。これ今コロナだけれども、まあ、言ったらコロナ以外もまたコロナも、まあ、また来年とかもあるとかっていうようなね、こともあるかもわからないよとか、そういうこともあるし、多分、まあ、一つその対処するようなお薬ができたとしても、また新たなものができる可能性もあるので、まあ、その時々、どういうふうに乗り越えていくのかなっていうのが、やっぱりこう、試されてる時なのかもね。はい、ありがとうございます。はい、リエ先生はどうですか？はい、
本当に同じように思います、うん、今回のコロナのことにしてもたまたま私のこう身近な方の死のことにしても、うん、そこですごく見える気づきだったりとか本当に考え直すことであったりとか思いやりを持ち直すことだったりとか見えてなかったことを見せてくれるきっかけであったりとかっていう本当にすごく大変で亡くなった方がいらっしゃったりとか隔離されてる方であったりとか例えば難病を持っていたりとか施設の中でウイルス例えば健康な方がウイルスにかかったらまだっていうところでも危機管理をもっとしないといけないっていう恐怖を持ってる方もいらっしゃると思うんですけど本当にこういうことでなんか向き合ったその目の前に起きていることをきちんと見ることによってまた日々のその喜びであったりとか苦しみであったりとかのきっかけその可能性を引き出してもらえてさらに一歩踏み返って後ろを見たりとか前に進んでいくっていうきっかけであったなと思うのでまたこれを一つのきっかけとしてまた次に例えば忘れてしまうさっき教えてキューピーちゃんが教えてくださったみたいに私たちって忘れてしまうことだったりとかすることにまた向き合えるチャンスになったら一方に考えていこうと思いました。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、秋代先生いかがですか。はい、トイレットペーパーとかそういうマスクをね、うん、買い占めて高額で転売してるっていうその話をまあちょっと耳にしてでおおと思った時に思ったことがあって、地球全体で見たときに、例えば、賃金が安い国から安く仕入れたものを日本に入れて高く売るっていうことって、うん、当たり前のビジネスとして結構行われてることだったりするから、うん、その日本の中で非常時に転売するって、そこで儲けるっていうことに対しての、それは非常なんじゃないかっていうふうな意識ってあるけど、うん、地球全体で見たときに賃金レベルが低いところから持ってきて売ったら高く売ったら、うんうん、それはでも当たり前のこととして通用してるっていうこともあって、まあ、全然ちょっと倫理観が違うのかもしれないけど、なんか私はそこにちょっと今日発展することがあって、だからなんていうか、みんなまあ自分の正義でね、お金に変えるっていうことをされてるんだとは思いますが、なんかその地球を大きく見たときに、なんか考えることもあるんだなって、なんかふと思ったのを今思い出した今で、そうね、なんかそこに対して何をするのかって今全然自分の中ではイメージないですけど、まあ本当に何が善で何が悪かっていうのはこれはやっぱりわからないですよね、うん、そうなんですよね、うん、本当にそれはなんかすごく思うから、そうそう、あーって、うん、505番の方も、コバさんもって書いてあるけど、まあ、消毒、ね、善玉菌まで消えちゃいますよねって書いてあるね。本当ね、消毒しすぎると、大事な菌も消えちゃうし、弱くなる、ね。あ、なんかね、その中国の方でも、うんうん、実は結構殺菌にすごく力を入れてたらしくて、だからウイルスに抗体、免疫力がなかったんじゃないかっていう。情報をなんか見たこともあって、だからやっぱりこう、本当何があって何が悪いのかっていうのって、もう今ね、なんか工作してるなーっていうのはなんか思って、その中で自分がじゃあ何を大事に生きていくのかっていうところを本当に見つめる機会なんだなっていうふうに思っていますっていう感じで、はい、なんかだからって、ここだって今言えないんだけど、そういう感じの今です。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、キヨピー先生いかがですか。そうですね。日本の中で今一番感染者の多いとこからのことだとちょっと説得力あるかなということを話したいと思うんですけど、今日で北海道は82人。の感染者が出ました。で、そのうち
確か3名の方がお亡くなりになられててるんですが、その実はポジティブなニュースもありまして、うん、12人の方がもう回復されているんですよね。そのなんかポジティブな部分ってなかなか報道されないんですけど、実はちょっとちょこちょこっと出てきてはいるんです。あとちょっと名前は忘れましたけど、喘息のなんかお薬が、3人の方に試したら、実は効いてきたっていう話も出てきているので、まあ、ちょっとしたその兆しは出てくると思うんですよ。明るい兆しっていうのかな。なのであまりコロナのことに対して怖い怖いって恐怖心を抱かずに笑えるときには笑って楽しいことは楽しんで、まあ、心穏やかっていうよりはちょっとポジティブに、生活していくといいんじゃないかなというふうに私は思ってます。で、実際今私も風邪一つひいてませんので、風邪一つひいてないんですけど、でも実は結構近いところに住んでる方で、感染されたっていう方も出てきているので、なので、エチケットとして外出るときはちょっとマスクしたりとかね、することはありますけど、でも私は気持ち方としてはもうポジティブに楽しいことは楽しんでるというふうにしてますので、だから何もないんじゃないかなって思ってるんですね、自分の中では。なので皆さんもぜひね、ポジティブなものに目を向けて楽しんでいってほしいなと思います。はい、私のメッセージかな。以上です。ありがとうございます。はい、そうですね。なんかこう、私なんかこう、Facebook とかね、そういうの、見てると、なんかこう、悲観的なものじゃなくて、結構元気が出るものであったりとか、笑えるものであったりとか、そういったものも、たくさんあったりとかしてね、なんか心が温まるようなものとかもあったりするので、できるだけこう本当にこうさっきのポジティブにでね、なるようになるさっていうのもあるし、あと、これがダメならって、じゃあこういうふうにしたらっていう、臨機応変っていうかね、楽天的とかそういう感じのものも好きやし、これがないんじゃあこうすればとかっていう、そう工夫するっていうのもね、なんかこう楽しいし、今、商品を外に売りに行けなかったら、今こうネットで、結構商品の紹介もできるから、じゃあどういうふうにすればいいふうに紹介できるかなっていうところで、また新たな開発ができたりとかね、なんか新たななんか、分野ができる。よく、血管なんかでも、一箇所血管が詰まっても、ね、その人が本当に生きるっていうふうに、生命力があれば、脇から新しい血管ができたりとかね、なんか、いろいろこう、人間の体も、そう、生きるための力すごいあるみたいだし、そして、こう、いろんなことを、また、メッセージを受けてっていうか、メッセージでいろんなことをこう感じたものをやってみたりとかしてね、またこれをこう乗り越えるのもまたなんかいいのかなと思ったりとかしますね。はい、ではちょっとこれから、レイラ先生に瞑想をちょっとお願いしたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、かしこまりました。はい、はい、じゃあお願いします。呼吸を楽に。吐く息を多く。たくさん吐いて、自然に呼吸が、空気が入ってきます。心も体も楽になります。天から、宇宙から、高次元から、本次元の存在から、神々から、
すべての天使から、すべての精霊から、エネルギーを受け取ります。このエネルギーは愛そのものです。たくさんのエネルギーを受け取ります。光のシャワーを受け取ります。たくさんの光が降り注ぎます。地上に降り注ぎます。私たちの元へも降り注いでいます。条件の愛のエネルギーです。地球のすべてに届いています。すべての国々に届いています。すべての自然に届いています。すべての人々に届いています。私たちのもとへ届いています。共にあるすべての存在に、光のエネルギー、愛のエネルギーがいつも降り注いでいます。いつも受け取っています。すべてのすべてにいつも愛のエネルギーは届いています。体の中にも届いています。あなたの内なる神、もう一人の自分、魂にもこのエネルギーは届いています。満たされています。包まれています。いつも満たされ、包まれています。愛そのもののエネルギーです。無条件の愛のエネルギーです。いつも心は満たされ、愛のエネルギーはいつも循環しています。体の中を循環しています。波動となり届いています。すべての細胞にいつも届いています。あなたの思考にも届いています。いつも満たされています。いつも包まれ、すべての周りと共鳴しています。いつも共にある存在と共鳴しています。愛のエネルギーが周りに伝わっています。自分のもとへも愛のエネルギーが伝わっています。すべてのすべてと、地球のすべてと、宇宙のすべてと、いつも共鳴し合いながらここにいます。皆様は愛
光そのものです。光そのものです。いつも光に満たされています。包まれています。共鳴し合いここにおります。いつも幸せを感じ愛に包まれここにいます。いつも共にあります。大きな愛のエネルギーの共鳴をいつもしています。いつもハートのチャクラ愛のエネルギーで交換しています。愛に包まれています。満たされています。いつも周りに感謝します。周りに感謝します。自分に感謝します。自分の魂に感謝します。すべてのすべてに感謝します。愛のエネルギーを届けます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、なんか気持ちよくてね、なんか愛のエネルギーがいっぱいこう降り注いだような感じがして、ちょっとあの良かったです。皆さんいかがですか？はい、ね、こう瞑想した後ってね、またね、ゆっくりねこう寝れそうな気がするんですけど、はい。ありがとうございます。いつもね。はい。じゃあ、もうそろそろ、時間が近づいてきましたので、こう、お知らせがありましたら、またお願いしたいんですけど、じゃあ、レイラさんからお知らせ、あったら伝えていただけますか？あ、はい。はい、3月の8日ですね。はい、浅草でですね、みんなが、みんなの癒しフェスティバルっていうのが、あります。あ、イベントです。スピリチュアルのイベントになります。はい、心癒し、体癒し、はい、パワーいただきに、楽しみに、はい、来ていただけたらなと思います。はい、あとは、ですね、11日、仙台に行く予定であります。はい、はい、3.11。はい、一人で行かせていただきます、はい、はい、愛のエネルギーを届けに、うん、はい、光のエネルギーを届けられたらなと思っております。はい、他にも、イベント、春分に出かけたりとかいろいろありますが、はい、イベント出展は、今月は、そちらのみかな、もしかして、あ、ナゴムさんがありました、3月の28日ですね、はい、はい、こちらも浅草です、はい、はい、浅草の田原町で、はい、イベント出展をしておりますので、はい、愛のエネルギーを受け取りに来てください。以上になります。そこはひょっとしたら私たちがお茶会するって言ってたとこですかね。ま、あ、そうですね。そうです、そうです。関係者なので、はい、お茶会、お話し会をする場所です。はい、5月ですね。はい。はい、じゃあ、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はいはい、じゃあ、理恵先生、いかがですか？皆さんにご紹介。はい。はい。
はい、ありがとうございます。はいはい、私は、今のところは、はい、5月までは、身近なところだけ、予約の入っている普段の鑑定以外は、5月まではイベントに出る予定は今はないですね。はい、また5月は、レディコーに行かせていただいたりとか、沖縄の方に行かせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。で、いろんなところで出没するとは思いますけど、また皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では、はい、秋代先生お願いします。はい、私は3月14日15日に、大阪の天満橋ドーンセンターというところで大阪ヒーリングマーケット開催いたします。はい、全国からたくさんの鑑定士さんとかヒーラーさん集まってくださいますので、よろしければぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃあキヨピ先生お願いします。はい、今夜もありがとうございました。私もですね、3月4月はちょっとイベント出展は、なくてですね、ネットの方でいろいろとご予約を受けたまわってます。あとは5月入りましたら、テリコンの前に、5月9日10日札幌でのイベントでヒーリングドアーズボリューム2というね、イベント出展がありますが、まだちょっと先の話なので、また改めて、こちらの宣伝させていただきたいと思います。今夜もありがとうございました。はい、ありがとうございます。またちょっと私のご挨拶の前に皆様にお願いがあります。ホームページの方にこの青いポチッというものがありまして、そこをこう精神世界ランキングっていうのかな、スピリチュアル TV のこのスピリチュアルランキングという青いポチを押していただきますと精神世界ランキングへ飛びます。そこの今71位のところにスピリチュアル TV という名前がございますので、その名前のところをポチッと押していただけますと、またホームページに戻りますので、お手数ですけれども、ぜひご協力の方よろしくお願いします。はい、そしてですね、私の方は、そうですね、3月、まあ本当に、ご予約いただいた方がね、癒しフェアの方に行けなかったので、なんかまたね、遠いところからね、明日もね、来てくださるみたいで、もう本当に喜んでるんですけれども、まあ、あと、そうですね、4月には、大阪の布施というね、商店街のところで、お友達がするイベントに参加します。そしてその後はまた5月ですね、5月は本当にテリコンがありますし、大阪の癒しスタジアム、そして、沖縄のイベント、その前に神戸のイベントもありまして、5月はちょっとね、盛りだくさんな感じで、イベント出展するさせてもらうんですけど、まあ、それまではね、しっかりとこうね、できるだけこうブランディングをして、じっとこう いようかなとかっていうふうにも思ってますけれども、はい、また皆様よろしくお願いします。そして、来週なんですけど、来週はまたいつものこう鑑定団として、占いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、で、なんかね、いつもこれ終わってからね、お話がすごく面白いなと思って、なんか番組になると固くなりますよね、ごめんなさい。終わってからのね、お話が、ね、すごく面白くて、これを放送したいなと思いつつ、いつもちょっとお時間急がれますか、皆さん大丈夫やったら、ちょっと終わってからバージョンをちょっと放送したいなと思いますけど、いいでしょうか。はい。終わってからバージョンなんですけど。なんか私的には、生放送はいいんですけど、はい、動画に残るのが結構抵抗があるなっていつも思うんですよね。なるほどね。なるほどね。なんとなくね。そんな内緒の話をしてるわけでもないけど、なんかこう、ずっとネットのところに。そうですよね。まあ、それもあるから。じゃあ、そうやね。これを一旦切ってから生放送で放送するっていうのはどうですか？
それは全然大丈夫。大丈夫ですか？まあ、ちょっとね、本当に、こう、あの、面白バージョンのね、皆様の本当の素顔がね、あの、悪い素顔じゃなくて、なんかね、面白いなと思えるね、お話がどんどん出てきますから、じゃあ、一旦。多少悪いとこ出てきたら。あ、ありがとうございます。一旦、じゃあ、あの、ここで、皆様と、あの、お別れいたします。まあ、もしよかったらね、この引き続きね、この放送をお聞きいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。皆様、本当に今日も、あの、ありがとうございました。じゃあ、あの、また、あの、来週もよろしくお願いします。そしてね、ぜひ、あの、よかったら、あの、後のこの放送もね、お聞きいただけたらなと思いながら、はい、放送し、終了したいと思います。ありがとうございます。サバにいるよ。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。